内見来てみたけど、リノベーションされてて綺麗だし、間取りもいいな。中古だけど、こんな家に俺も住めるのか。よし、絶対に買ってやるぞ。俺の名前は家持達也。現在30歳で、大学を卒業後、この会社の総務部として働いている。はぁ、今日も定時で上がれるな。このご時世に珍しいホワイト企業に就職できてよかったよ。俺の勤めている会社は中小企業だが、残業もほとんどなく定時で上がれることが多い。有給休暇も取りやすいし、本当にこの会社に入ってよかったぜ。でもこうなってくると問題もあって、今月も給料が20万ちょっと。ボーナスあるからいいものの、ちょっと手取りが低すぎないか。手取りの年収が319万って、30歳にしては低すぎだろう。ちなみに30代の平均年収は447万ほど。手取りにして335万ほどが普通の金額だ。平均よりも16万年収が少ないだけだ。でもその16万があればできることがたくさんある。はあ、せめて俺の給料、平均値はあれば我慢できたんだけどな。平均よりも16万少ないってなんか寂しいし、懐が寒いぜ。そして俺のひもじさに拍車をかけるのがこれ。またコンビニの弁当値上がりしてない？最近ちょっと忙しいから贅沢しようって思ったらこの仕打ちかよ。いいよ、貧乏人は自炊しろってことだろ。美味しい竜田揚げが楽しめる飯種棒も130円から180円になりやがって、何なんだよこの仕打ちは。とにかく何でも値上がりの波で、この前食えたものも食えなくなる始末。それでも給料は上がらないから本当に嫌になっちまうよ。まあ入社したての頃よりかは何万か給料は上がってるんだけどな。それでも値上がりに給料アップが追いつかねえ。そんな感じで俺は自炊も心がけ、ちゃんと家計簿もつけている。食費が3万ちょっとに、家賃が7万、水光熱代が1万円、食器用洗剤なんかの消耗品が5000円、スマホ代が5000円に、ネットの通信費とサブスク代が合計で1万2000円、その他の雑費が2万ちょい、飲みに行ったりちょっとした本を買う娯楽費が2万ちょい、合計で消えてく金が17万2000円。何かあった時の貯金が2万5000円ちょっと。残りの3000円は口座に残しておく金っと。飲みに行く余裕もあるし、貯金も少しだけどできてる。でもやっぱり家賃の出費がでかいよな。それにこのアパート、家賃7万の割に内装も古くてカビ臭いし、風呂も古くて小さいから足も伸ばせない。ちゃんと管理人さんがメンテナンスしてくれるから雨漏りとかはないけど、年中ジメジメしてて、下手すると壁にカビが生えてるから掃除も欠かせないし、なんとかならないかな。俺が住んでいるアパートは管理は行き届いているが、築年数が40年と古い。それにアパートの庭に木が茂っているせいか、1年中室内は暗くて湿っぽい。なんかここに住んでるとこっちまで気分が落ち込んでくる気がするんだよな。これだったら家でも買ってローン払ってた方がまだマシだよ。そうすりゃその家は少なくとも俺のものだし、いろいろと好き放題できるしな。そう思った俺はその週の休みに不動産屋に行くことに。だが年収を告げるとこう言われてしまう。この年収で生活水準はほぼ落としたくないと。はい、月7万ぐらいの家賃を払ってるんで、そのくらいのローンなら払えます。なんとかなりませんか？収入から言って月7万のローンは少し厳しいかもしれません。どうしてですか？まず住宅ローンの借り入れ額は借りられる額ではなく返せる額で決まるんです。これを試算するときに使われるのが返済負担率と呼ばれる割合のことですね。返済負担率？年収に対してどのくらい返済できるかの割合のことです。住宅ローンの審査項目にもなってますね。なるほど。その返済負担率のせいで俺は月7万のローンを組むのが難しいと。そういうことです。
金融機関で設定されている返済負担率の上限は 30% から 40% とされています。ですが、無理のない範囲で返済できる金額は年収の1/4、つまり 25% 以内とされているんですよ。それを家持ちさんの年収に当てはめると、年間返済金額は80万、月額にして66,000円が借りられる限度額になります。なるほど、4,000円ほど今の家賃よりも安くなるのか。さらにボーナスの支払いを除外してローンを組むとなると、家持ちさんの年収は240万ほどになる。返済負担率を減らして 20% ほどにすると、月の支払いは4万ほど、そして頭金なし、全期間固定金利で 1.5% の金利で、年金をもらえる65歳までローンを支払うと算出します。つまり35年ローンで月に4万の支払いがあるってことですね。はい、そうなると借りられる総額は1300万ほど。頭金がかなりないと新築の家は難しいですね。そうなると中古住宅ですか。1000万前後でいい物件ってありますかね。わかりました、ご紹介いたします。俺は不動産屋に頼んで平屋の家を内見することに。すごい、今のアパートより内装も綺麗だし、部屋が3部屋もある。それにリビング、ダイニングとカウンター式のキッチン。これで月々4万で住めるって、今の場所よりずっといいじゃん。俺が内見した物件は築30年ほどの古い物件だったけれど、中は広々しているし、内装もリノベーションされていて綺麗。さらに日当たりも良く、その点が今住んでいるアパートとは大きく違う。この家を買えば今より4万は金が浮くことになる。その家は平屋で庭付きだった。さらには部屋も3部屋あり、リビング、ダイニングとカウンターキッチンが併設された 3LDK。 これで1300万ちょっとならお釣りが来るぐらいお得だ。それに返済金額も無理のない範囲のものだから、財布もそんなに痛くない。固定資産税や修繕費も必要になってくるけど、それも貯金から出せるだろう。決めた、ここ買おう。俺はその家を35年ローンで購入することを決意。しかもエアコンや電子レンジ、冷蔵庫も前の家主が残していったらしい。すげえ、これうちにあるよりもでかい冷蔵庫じゃん。いろんなもの入れられそうだな。ますます自炊がしたくなってきた。前の家よりも綺麗だし、ローンの負担もそれほど重くない。そして家もリノベーションされていて、不具合が起きることもなかった。俺は新しい生活に胸を躍らせていたのだが、その後住み始めて10年ほどが経過したが、俺の家はあちらこちらにガタが来ていた。うわー、このお風呂タイル張りで今時渋いなと思ったけど、パッキンがほぼ剥がれてるし、タイルにひび割れもできてる。壁の割れ目もかなりひどくなってきたし、そこから虫が入ってくるってどういうことだ。見た目は綺麗でもやっぱりダメな部分はダメ。中古住宅だから修繕しきれていないところは傷んでくる。そして故障するものも多くなる。あれ、冷蔵庫の中が冷えてない。まさか壊れた。電子レンジも調子悪いし、やっぱり備え付けの家電も寿命を迎えてる。備え付けの家電が相次いで壊れてしまったのだ。冷蔵庫と電子レンジ合わせて13万が消し飛ぶ形に。さらに家の老朽化も襲いかかってくる。うわっ、雨漏り。購入した時に屋根部分は補修してないとは聞いてたけど、ついに屋根もきれいにしてやらないとダメになったわけか。かなり金かかるよなこれ。屋根瓦の吹き替えで俺の金は一気に120万ほどなくなることに。まあ市の補助金で10万は安くなったからいいのかもしれないけど、貯金が一気に飛んでかなり財布が痛い。さらにはこんなことも。あれ、お湯が出ない。もしかして給湯器壊れた。嘘だろ、給湯器っていくらするんだ。なんと古かった給湯器が故障。給湯器を購入し取り付けるのに20万ほど金が飛ぶことに。とにかく毎年何かしらの故障や修復で金が必要になる。ああ、金が全然たまらねえよ。それに固定資産税高くなってないか。
嘘だろ。そしてそれに追い打ちをかけたのが固定資産税。俺の住んでいる地域は年々地価が上がっており、税金も高くなっていったのだ。くそー、なんでここ数年で固定資産税が2倍になってるんだよ。俺がこの家買った時は10万もしなかったのに。でも真面目に長年勤めているおかげでいいこともあった。おお、40代にして手取りが25万突破。うちの会社もやればできるじゃないかよ。会社の業績が少しずつ上向き、俺の給料も上がっていったのだ。今ではボーナスもかなり増えて、貯金も余裕を持ってできるようになった。そしてもちろん維持費がかかりまくる家のことに関してもいいことがあった。まさかこんないい補助金制度があったとはな。給湯省エネ事業ね。特定の業者の給湯器を買えば補助金がついて給湯器が安くなる。給湯省エネ事業は省エネな作りをした給湯器を設置する際に出される補助金だ。省エネ性能の高い高効率給湯器の設置に対して補助金が出る制度だ。俺はそれを利用して高い給湯器を安く買うことができた。こんな感じで家や家電を買うときはうまく国や市の補助金制度を利用している。さらに俺は新たな生きがいも見出していた。はあ、いろいろと住んでみて大変だったけど、壁紙を自分好みに張り替えたり、 DIY で新しい備え付けの家具作ってみたり、押し入れもクローゼットに改造したりして、かなり俺も遊んでるよな。賃貸だとこうはいかないから、本当に家買ってよかったぜ。まさかリフォームのために自分で DIY するようになったのが趣味になるとはな。リフォーム節約のために DIY を始めた俺、今ではすっかりハマってしまって家の改造に勤しんでいる。住み始めは大変だったけど、今じゃ賃貸よりこっちの方が快適だ。やっぱ引っ越ししてよかった。これからも俺はこの家を大切にしていきたい。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。